船原です。今日は在宅ワークで初心者の人が陥りがちな罠を3つご紹介します。この罠を知っておかないと在宅ワークで稼ぐどころかいろんなものを失う、まあ、お金も失いますし、もっと大切なものを失ってしまうということもありますので、ぜひ今日の動画最後まで見ていただければと思います。そもそもなんですけれども、家から一歩も出ずに在宅で稼ぐことっていうのは可能なんでしょうかというね、ご質問をよくいただけるんです。こちらの質問への回答は、はい、イエスです、可能です。このご時世、在宅ワークで稼ぐ方法はほんと星の数ほどあるわけですね。今まで副業とかでちょっとね稼ごうとなった時に、じゃあどうすればよかったかっていうと、コンビニでバイトをしたりとかね、新聞配達をしたり、まあ、いつの時代だって感じだと思うんですけど、また内職をしてバラを作るとかね、こういうのはあったと思うんですけど、こういう方法があったと思うんですが、それも全部やめましょう。なぜなら今なら在宅ワークで稼ぐ方法がいっぱいあるんです。在宅じゃないですか、外に出なくてもいいわけですね。本業やってて、じゃあコンビニでアルバイトとかしてると見バレする可能性あるわけですね。そのコンビニに本業の人が来ちゃって、お前副業やってんのかよってなったら終わっちゃうわけじゃないですか。でも在宅だから絶対誰にもバレないわけです。何が言いたいかっていうと、はい、副業でできる方法もいっぱいありますね。あと、じゃあ在宅ワークってなんかいろんなものは必要なんでしょ、なんかあのパソコンが必要だったりとかいろいろいるんでしょっていうね方もいるかなと思うんですけど、スマホ一つでできる方法もねたくさんあります。じゃあ例えばどういうものかというと、在宅で稼げる方法の例なんですけど、まあ基本的にはネットビジネスになります。インターネットを使って稼ぐ方法ですね。まあ、例えば、まあ、僕がずっとやってて、僕がずっと多くの人に教えてめちゃめちゃ稼ぐ人が多いのがネット物販ビジネスです。これが一番のおすすめです。メルカリとかね、転売でも OK です。あとはウェブのライターですね。なんか文字を書く人、記事を書く人、あとウェブのデザイナー、ウェブの画像を作ったりだとか、ウェブサイトのデザインをしたりとか、こういう方ですね。あとエンジニア、ウェブサイトの中を走っているね、コードを書いたりとか、あといろんなサービスを作っていくような方。あとは動画の編集ですね。まあ、例えばこの YouTube の動画の編集とかも、動画の編集者さんが副業でやってくれていたりもしますので、まあ、こういうね、在宅で稼げる方法の例っていうのはたくさんあります。これ、こういうものに関しては僕、いろんな動画を出しておりますので、ぜひ他の動画も見ていただければと思いますので、見ていただいて、ぜひやってみてください。ただし、次の3点に注意しないとマジでやばいです。時間だけ取られて稼げないっていうのは、まあ、まだいいんですけど、むしろお金を減らす、お金を稼ごうと思って在宅ワーク、副業で始めたのに、なぜかお金減ってるみたいなね、こともあるんです。さらに言うと、もっと大切なものを失う。信用とか、まあ、下手したら友情とか、なんてことにもなりかねませんので、今日の動画を見ないと、在宅ワークの副業結構危険なので、ぜひね、見てください。ところでお前誰だという方もいらっしゃるかなと思いますが、船原哲夫と申しまして、2007年ネット物販ビジネスで起業しました。1年目で年商7500万円で、2020年ですね。去年のも年商が出て11億円ぐらいという感じになっています。で、このネット物販ビジネスで稼ぐ方法を物販総合研究所というね、サービスを作りまして、こちらで配信しておりますので、先ほどね、ちょっと戻りますけど、在宅で稼げる方法でネット物販ビジネスが一番いいよって言ったのはポジショントークでして、なぜなら僕は2010年からですね、物販ビジネスで稼ぐ方法をずっと配信してまして、もう多くの方に教えて、ほんとね、何万人っていう方に教えまして、ほんと1万人とか2万人とかわかんないですけど、かなり多くの人がネット物販ビジネスで稼げるようになっていますので、ぜひあなたもやってみてください。 Twitter とかメールマガジンとか LINE とか Instagram でも情報発信しておりますし、こんな感じで YouTube もやっておりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行きましょう。罠1、こちらはまあ初心者の方が最初にやってしまいがちなんですけど、こちらですね、時給が低すぎる在宅ワークです。もうほんとね、在宅ワークって現代の奴隷制度かよって思うぐらい罠に溢れています。例えばなんですけれども、在宅ワークの募集でクラウドソーシングサイトをよく目にするかなと思います。代表的な例で言うと、ランサーズであるとか、クラウドワークスであるとか、シュフティであるとか、こういうものがあると思うんですね。で、こういうところで自宅でできる在宅ワークみたいなものをですね、検索して出てくると、いろんな案件が出てくるんですけど、この案件の中には時給100円とか200円ぐらいの案件も多いので、よく見極めてください。例えばですね、表示された企業名
を Google で検索し、ホームページの URL や住所等を記入していただきたいです。M の仕事、ちょっと謎の仕事があるんですけれども、これ何が書いているのか、まあ、ちょっとね、文字がちっちゃくて読みにくいかもしれませんが、要は、まあ、企業の一覧っていうのが Excel ファイルかなんかで送られてきて、この企業を Google で検索して、ホームページの URL とか、問い合わせのホームページ、住所、電話番号、資本金、従業員、設立年、上場してるかどうか、業態、メールアドレスを収集する仕事ですというふうに書いてあります。これ結構大変だと思うんですよね。結構大変。一番下の方にちょっとチラッと書いてるの見えます？料金1件5円って書いてる。5円ですよ、5円。これね、やるのにどうだろう？1個、1分は無理だね。5分ぐらいかかるんじゃないですかね、1企業。5分ということは、1時間で何個できるんだ？ 12 個、12個ぐらいしかできないんで、12個かける5円だったら60円なんですよ、これ。時給60円とか。いう感じなんですよね。いや、これ1個1分でできますよとか言うかもしれないんですけれども、まあ僕ね、本当にパソコンの操作とか得意の方なんで、めちゃ人より作業が早い自信がある僕でも1個3分ぐらいかかるんで、まあそうだったとしても20個だから、1時間で20個だから時給100円でしょ？マジかよ。こういうね、案件も結構あるんですよ。なんで、単純作業系って超低単価になることが多いので、くれぐれもご注意ください。もうバイトに行った方がいいのではというレベルになります。ただ、まあクラウドソーシングサイトの中でも、普通に時給100円以上の案件も結構あるので、きちんと選んでくださいねということで、クラウドソーシングサイトを使うときはくれぐれも超低単価案件の罠にはご注意ください。まあ、一応ね、ランサーズとか出すときに時給が最低賃金以上になるように設定してくださいみたいな書いてあるんですけど、あれもね、適当なんですよ。この作業を1分でできますからみたいな。例えばさっき1件5円の仕事だったら時給1000円以上になるには1時間で200個やらないといけないわけですね。1時間200個ってことは1分で3つとかですよね。1分で3つ、20秒で1個みたいな。無理じゃんって感じで、なんで、まあ、審査はなるということですね。はい。では次行きましょう。罠の2。儲かるどころかお金を減らす在宅ワークというものがあります。これはどういうことかというと、Twitter とか Facebook とか Instagram 見てると、こういうのあるじゃないですか。いい在宅ワークありますよ。この在宅ワークをしていただければ、あなたの1万円が1ヶ月後には100万円になるんです。在宅ワークですよ。すごいですね。どういう在宅ワークかっていうとね、じゃあ資料を請求してくださいみたいな感じで、資料を請求すると、まあ読んでいくと結局 FX とかなんですよね。まあ、FX って書いてる時もありますし、バイナリーオプションって書いてることもありますし、なんかわかんないですよ。EA とかね、なんかロボットで運用するのでそれにお金を出すだけですとかね、いろいろあるんですけれども、まあ、こういうね、FX だけに限らず、わけのわかんない投資案件とか、お金を預けとくだけで増やせますとかね、結構あるんですけど、こういうのも絶対ダメです。FX とかバイナリーオプションとかのね、投機って言うんですけど、ギャンブルですね。これはもう 90% 以上の人が負けるようにできているんですよ。90% 以上っていうか、99% 以上の人が負けるんです。これなんでかっていうと、正直この FX っていうのは、何も考えずにやると勝率で大体 50% ぐらいになるんですよ。当たり前ですね。もう上がるか下がるかみたいな感じなんで、一回一回の勝負に関して言うと、ニュートラルなのかなと思いますけれども、ほとんどの人はね、もう負けるまで絶対やめないんですよ、ギャンブルって。勝った時にスッとやめる人っていないわけですよね。なので負けるまでやめないので、基本的に99% ぐらいの人が負けて辞めるということになってます。で、FX の世界って本当プロのディーラーが必死に頑張って戦っても勝率5割以下と言われてますので、初心者が一攫千金狙って頑張ってもプロにかもられるだけなのがオチですよと。とか言うとですね、FX のそういう投資案件とか売ってる人が、いやいや、この EA 自動投資ロボットみたいなんですよ。これを使えば勝率は 90% 以上なんです。なのであなたは何もしなくても、この EA を MT4 というシステムに入れておくだけで勝手にどんどん資産が増えていくんですよってね、いうそういう宣伝文句あるんですけど、そんなツールあったら世界中の投資会社が導入しとるわいと思うわけですね。もうそんなツールあったらトヨタは車作らずに FX しとるわいと、ゴールドマンサックスも全員従業員を解雇してこのシステム入れとけばええやん、そもそもなんでそんな勝率 90% 以上の世界最高峰の誰もが持ってないすごいシステムがこんな一般人の元に来るのか、これよく考えてみてくださいね。来るわけないので、まあ、詐欺なんてそういうシステムを売ってあなたからお金を取りたいということだけなので、もう悪いこと言わないので借金まみれになる前にやめなはれと、こういうね、甘い言葉に騙されて僕の友人もお金をね失ってしまったというのもあります。まあ、その彼にはね、僕も物販ビジネスで稼ぎましょうってちょっと教えたんですけれども、楽して稼ぎたいっていう感じなんで、どんどんこう連絡がなくなってしまって、今はもう連絡なくなっちゃったんですけども、ちゃんとねやれば稼げる方法ってあるわけですよね。ネット物販ビ
ジネスとかこういうものをやって、コツコツと副業で稼いでいった方がいいのじゃないかなと思います。では次、罠の3つ目です。はい、これはどういうものかというと、こちら、稼げないし人からの信用も失ってしまう在宅ワーク、友情も失ってしまうというものもありますので、くれぐれもご注意ください。じゃあどういうものかというと、はい、またいい在宅ワークありますよとね、 Twitter とか Instagram とか Facebook でね、多くの人が宣伝しているわけですね。で、何何と、もしかしたら友達がやってるかもしれないので、え、何何と聞いてみたら、この商品本当にすごいの、使ってみたら本当にすごいの、この凄さみんなに分かってもらって、その上でね、お金ももらえるような夢のような在宅ワークあるんですけれども興味あるという感じで、基本的に友人とか20年ぐらい会ってない友人とか、大学の一回も話したことない同級生から Facebook 経由でメッセージが来たりして、こういう風なものをね、紹介されるんですよ。これは何かっていうと、まあ、マルチです。はい。ネットワークビジネス。こちらも絶対ダメですよ。ほんと、ネットワークビジネスね。在宅ワークイコールネットワークビジネスだから、在宅ワークが危険なんじゃないかと思われてる時代もあったと思うんですけど、在宅で仕事をする、在宅ワークで副業する、これはいいんですよ。ただ、マルチになるのはダメなわけです。ネットワークビジネスで稼げる人なんてほんの一握りです。まあ、誤解がないように言っておきますと、ネットワークビジネスは違法ではありません。こういう販売形態は違法ではないんですけれども、違法なね、ネットワークビジネスの形態もあるので、それは調べていただければと思うんですけれども、まあよくあるね、ネットワークビジネスというのは別に違法ではないんですけれども、ほとんどの人はこの上流のね、アップの人のカモにされるだけなんですよ。この人たちがあなたをカモにして、あなたから金を巻き上げるために勧誘しているわけですし、あなたもこのネットワークビジネスに入るということは、下にいる人たち、ダウンの人たちをカモにしようと思って勧誘するわけですよね。あなたはカモにされているということ、事実の一つですし、でカモになったあなたは今から友人知り合いをカモにしようとして動くということになります。で、基本的にはネットワークビジネスで自分の人間関係を金に変えていこうというビジネスなので、人間関係をですね、金に変え終わった後どうなるかというと、誰もいなくなります。誰かにメッセージしようとしたら、お前なんかネットワークやってんだろ、もう絶対連絡してくんなみたいな感じでね、連絡するなと言われてしまって、友情信用とかを失ってしまうということですので、ネットワークビジネスってやっぱね、稼げないですよ。とりあえず稼げないし、信用も失いますので、絶対やめた方がいいなと思ってます。そんなものをしなくても、ちゃんとした在宅ワークは本当にいっぱいあります。で、もう一回ね、お話ししときますと、在宅で稼げる方法例としては、基本的にはネットビジネスで、ネット物販ビジネスね、メルカリとか転売からでも OK なので、まずはスタートしてみましょう。あとは、ウェブライター、ウェブデザイナー、エンジニア、動画編集、こういうものをね、スキルをつけたり、ネット物販ビジネスの方を学んだりしてやると、基本的には稼げます。努力すれば、基本的には稼げますので、ぜひですね、スタートできちんと選択をしていただいて、稼いでいっていただければと思います。ネット物販ビジネスで稼ぎたい方は、ぜひ、僕の他の動画も見てください。いろんな動画を出しておりますので、ネット物販で稼ぐ方法はかなり網羅的に出しておりますので、見てください。概要欄でマニュアルを配布しておりますので、こちらをダウンロードしてください。プレゼントとして概要欄に、ね、ネット物販ビジネスの無料マニュアルを配布しますので、 LINE の登録でもマニュアルを配るようにしておりますので、 LINE の登録もお願いします。ではね、在宅ワーク始めてみようという方は、ぜひコメントと高評価よろしくお願いします。僕のチャンネルでは副業系、物販ビジネス系、経済系、お金系のことについてお話ししておりますので、ぜひ他の動画も見ていただいて、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後まで動画見ていただいてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。